ベールールは、インド南部のタミル・ナーード州にある都市。ベールール県の県庁所在地であり、同県ベールール軍の中心都市である。古くから、周辺地域での権力闘争の激戦地であり、ベールール城塞を要している。タミル・ナーード州北東部のベールール県の中央、パーラール川沿いに位置する。州内の主要都市までの距離を以下に示す。ベールールは、 ビジャヤ・ナガル王国の時代、領主であるナーヤカが、都市としての基礎を築き、16世紀に、チンナ・ボンミ・ナーヤカと、ティンマ・デッティ・ナーヤカによって城塞が建築された。17世紀初頭、ビジャヤ・ナガル王ンカタ2世は、ビジャープル王国、ゴール・コンダ王国の圧迫から逃れるために、チャンドラギリからこの地へ遷とした。世紀の中頃には、ビジャープル王国がこの町を治めていたが、 その後マラーター人などの支配を受けた。マラーター王国からムガル帝国に支配権が移った後にはアルコットのナワーブの管轄となった。1760年、この町はイギリス東インド会社の支配下に入った。1799年イギリスがティプー・スルターンを破った後、彼の息子たちはこの町に遊兵された。1806年7月10日、 セポイたちがイギリスに抵抗してこの町で放棄したが、イギリスによって1日で鎮圧され、大勢が殺害された。ベールールからは、2001年の統一地方選挙に、引き続き、2006年の統一地方選挙においても、リンクのシーアーナシェイカランが連続当選した。ありがとうございます。